三重県では13日新たに90人が新型コロナウイルスに感染していることが分かりました。前の週の月曜日と比べて17人多い人数で、週の同じ曜日の人数を上回るのは5月21日以来23日ぶりです。県の担当者は、先週よりも人数は増えたが、全体的には減少傾向が続いているとしています。地域別では、津市で34人、伊勢市で16人、鈴鹿市で9人、四日市市で8人、松阪市で6人などとなっています。13日午前9時現在で、県内の病床使用率は 12.5%、重症者用に限ると 2.0% です。自宅療養者は1102人です。